ない大丈夫です。はい、これ使ってね。今日は本当にもう一番質問がすごくすごく多い離乳食を、はい、作っていこうと思います。で、今までその やらなかったっていうか、この1ヶ月2ヶ月ぐらい紹介しなかった理由は、まあ、うちの子もまだちっちゃかったから、まあ、もちろんほらみんなわかると思うけどね、食材が一つだけ、さつまいもだけとか人参だけとかいう、まあ、そういう生活だったんだけど、まあ、もう7ヶ月にもうすぐなるので、まあ、これからどんどん、まあ、大体今もう2品ぐらい混ぜてご飯を作ってるのね、離乳食を。だからそろそろ紹介しようかなと思って、今日はアンジェリカの離乳食を紹介したいと思います。はい、はい、離乳食メーカーがこちらの、なんて読むのこれ、ブレザー、ブレッツァ、ブレッツァか、ブレッツァっていうのかなっていうのを使ってます。これは、まあ、もちろんすごいコンパクトもいいんだけど、コンパクトなのも、蒸す、刻む、潰すっていう、そういう段階が全部これ1個でやってくれて、しかもオートで全部やってくれるわけだから、自分でセットしたらもう最後ミックスまで全部やってくれるから、基本的にはこう確認したりとか、なんか途中でなんか容器に移して、まあなんだろう、ミックスする、ミキサーするっていうことがしなくていいから、これはすごくおすすめ、本当に。まずは、オートミールとバナナ、こちらのベイビービーツね、これを使ってご飯を作っていくね。これはね、下の子じゃない、上の子の時も作ってたんだけど、今回もこれでやるから、まとめてやります。入れちゃいます。この中にまずバナナを入れて、あとビーツ1個ね、ビーツを1個入れます。オートミールを入れていくんだけど、別にこれはお米でも大丈夫です。炊いたお米ね、普通のお米じゃなくてちゃんと炊いたお米なんだけど、炊いたお米を入れちゃっても平気で、大体こういうフルーツとか、まあ、ビーツはこれもうほら下処理されてるものなんだけど、大体フルーツとかはこれはまあ5分とか10分とかで平気。お米も大体5倍がゆとか7倍がゆぐらいだったら、まあ、10分とか蒸して刻めば大体そのおかゆになります。はい、なのでいちいちこうおかゆを作る必要もないし、で例えばこれがない人は、炊いたお米に、私が前やってたのはね、炊いたお米にお湯を入れて、そのままああいうさ1000円とかでアマゾンでさ一人用のスムージー作るボトル売ってるでしょ、ビーって押してこう、あ、はい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 、ああいうのにお米入れてお湯をちょっと入れて、まあ、そこに例えば茹でた野菜とかそういうの入れても全部ミックス、もう例えばだしも入れちゃって私はやって、それで離乳食を作ってたんだけど、私は基本的になんか裏ごしっていうの、そういう腰いたりとかしたことが一回もなくて、全部基本的にはそういうハンドミキサーとかで作ってます。で、ここに、少しお湯、お水を入れちゃいます。でこっちにも給水タンクにもお水を入れて、よいしょ、で、蓋をね、こうやって閉めてセットするんだけど、はい、見てくださいね、これは蒸すボタンで、蒸すっていうので5分だけで、大体これ多分10オートミールが入ってるから、まあ、10分ぐらい必要なんだけど、でプラスあと刻む、潰すっていうのもやってほしいから、こっちのボタンでスチームプラスブレンド全部やってくれるから、でこのままスタート押すと、この機械が勝手に蒸して潰すとこまでやってくれます。そうそう、あとなんかわかんない、私はなんか離乳食のことってなんかこう、私おかゆからとか揚げたことが実はなくて、そう、これもすごい不思議がられるっていうか、まあすごい質問されるんだけど、まあ単なる私の勝手な理由ね、なんかお米ってそんなに栄養もないなと思っちゃって、もちろんお腹にたまるから いずれは必要になるんだけど、最初こうなんか練習じゃん、なんか別にその練習の時もさ、ちょっと栄養があるものあげたいなと思って、私は人参とか小松菜とかそういうものをあげちゃってるのね、まあ、バナナとかもそうなんだけど、なんか上の子の時はそれこそ最初に食べたのアボカドだったの。へえ。そうそうそう、だからなんかそれを言うと結構すごいびっくりされるんだけど、そう、うちはアボカドあげてビーツあげてみたいな、でどん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 そっから、まあ、オートミールあげて、オートミールにこうなんかいろいろ混ぜたりとか、そっからなんかまあ自然とお米あげるようになってったけど、そう、下の子も同じで、あんまりそのなんだろう、この月齢だから何グラムあげて何回食やってっていうの全然気にしてなくて、もうすでに6ヶ月でうちはもう2回食にしてて、本人がすごい食べたがるし、そうだし、なんかもうグラム数とかも全然測ってなくて、本人が食べたいなら食べたい分あげたいなと思っちゃうから、私は結構普通に量が多い、
1食分の6ヶ月の子にしてはね。でもこれはまあみんなそれぞれやり方があると思うから、まあ、本人の赤ちゃんのね調子を見てもらってやってもらった方がいいけど、あとはこう便秘になりやすい食べ物、かぼちゃとかもそうだけど、まあ、そういうのもあるから、まあ、なるべくで今日これビーツで作ってるんだけど、ケールでも作ったりするの私はね。ケールってケールだけで結構食べるとやっぱりちょっとこう便が硬くなっちゃったりするから、まあ、消化にもあんまり良くないしね。だからそれこそこういうオートミールとかバナナとかと一緒に食べてあげたらいいかなと私は思います。次男くんが初めに口にしたものなんですか？うん、次男はリンゴかな。もう本当にたまたま今日から始めようと思った日の朝に、王子の朝ごはんにリンゴを切ってたの。だからあもうこのまますりおろしちゃえと思って、すり器で自分でバババって本当にリンゴ一かけ分すりおろしてあげたらすっごい酸っぱそうな感じ。かわいい。で、あリンゴはちょっと最初には酸っぱかったかなと思って、次の日にはバナナあげてしばらく。そうでも今はね小松菜が好きみたいで、そうそうそう、小松菜とさつまいも混ぜたやつをよく食べてるかな最近は。あと人参とかお米とか、お米っていうかお粥。私最初から多分ねもう7倍がゆぐらいだった。あの重湯とかあげてないんだよね、上っ面の7倍がゆぐらいであげちゃってたけど。これ今蒸してるんですよね。そうなんですよ、ごめんね蒸し中なんだ。でこれお水の分量もほら多分子供によってさ、いやすっごい柔らかくしたかったりとかすると思うから、まあ、それはもうこれ使うなり、まあ、ハンドミキサー使うなり、まあ、自分の子供の月齢に合わせてお湯の分量を決めてもらった方がいいかな。まあ、お湯はたくさん入れた方がね、まあ、ネットになるから。お、来る。おすごい。待って、バナナ。バナナ頑張れ。バナナ頑張れ。バナナ頑張れ。負けるのバナナ。ビーツ頑張れ。ビーツ頑張ってほしいね。お、すんげーいい匂い。すっげーいい匂いなんだけど、ちょっとお湯を足してあげたい。よいしょ。でここでこの刻むつけ。できるちょっと足りないなって思って、うん、なんかちょっと待ってね、周りについてるのがちょっと中に、あ、ちょうどいいちょうどいい。これはビーツとオートミールの2色、多分大人が食べても美味しいと思うよ。と次は豆腐とブロッコリーの離乳食を作るんだけど、もうこれも本当に超簡単、この中に入れて回すだけなんだけど10分で蒸して、で、これを使わない人は、まあ、茹でたり豆腐とブロッコリー茹でてもらってハンドミキサーに入れてもらってもいいし、月齢が上がってきたらここにしらすとか入れたりとか、あとは、まあ、一応今用意してるけどお出汁、こういうお出汁を少し入れてあげて、あげてもいいと思う。うちはねまだお出汁デビューしてないからこのままの食材で一応あげる予定なんだけど、そうそう、こうやってお豆腐も入れてもらってにブロッコリーを、よいしょ、入れて、でこれはお湯は入れません、お米とかそういうものを入れるときはあのお湯入れた方がいいと思うけど、お芋とかそういうのもお湯は基本的にいらないからね。よいしょ、これでこれは大体これもブロッコリーだしな、5分でいっか、5分で大丈夫。お豆腐とブロッコリーだから5分で、で今スチーム中なんです。そうスチーム中で、例えばこのお豆腐なしでブロッコリーだけで結構ブロッコリーパンパンに入れるんだったら10分とかやった方がいいと思う。これはもうブロッコリー少ないし、あと残りお豆腐だけだからもう5分だけ。はい、できました、めっちゃ簡単。おー美味しそう。よいしょ、こんな感じにブロッコリーとお豆腐の離乳食完成です。あー20分もいらないか、15分でいいよね。15分で1回蒸します。蒸しスチームだけ、刻みを入れないで。今、20分じゃなくて15分で人参を茹でたんだけど、ここに、お米を追加します。で、あとはしらすを入れてって、分量とかは私の手で考えてください。
でここに、お湯を足します。お湯ってかお水をね、に、入れてきます。そうだな、5分でいいかな。5分で蒸す刻むをもう一回スタートして、このまま放置、こんなもんかな。はい、おしまい、できましたってことで、パパッと3品。あ、もうすごいいい匂い、しらすのいい香りがして、すごい色味も綺麗。よいしょ、いいね、いいね。おいしい、おいしい、おいしいね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 。おいしいですね。笑ってんの。おいしい？おいしい。ああ。ね、おいしかったですか？じゃあ最後にしようかな。でもあげちゃうんだよね。可愛いから食べてくれるし。うん。うん。可愛い。あいや。はい、ということで今日は離乳食を、紹介しました。まあその月齢によってね、いろんな食べれるものが違うと思うから参考になるかどうか分かんなかったけど、まあ、もしよかったらね、皆さんもぜひ作ってみてください。じゃあね、バイバイ。バイバイ。Yeah.